私たちは光のアンドロメダ評議会です。あなた方は今、地球で多くの変化を迎えようとしています。意識の変化は常に最初に訪れますが、それを体験している人間にとって、意識の変化は少し不安なものであることもあります。エネルギーになれ、新しい意識を完全に体現するには、かなりの時間がかかることもあります。しかし、それはあなた方がやっていることであり、あなた方の多くは意図的にこの作業を行っているのです。あなたたちは他のどんな方法よりも模範を示してリードしているのです。そしてあなたたちの多くは新しい時代の思想的リーダーとして歩み出し、自分自身をもっと表に出すよう求められているのです。あなた方の中には自分の中に引っ張られる力を感じている人もいて、その後押しがそこにあること、衝動がそこにあることを認めながらも待っている人もいます。そして待つこともできますが、最終的には飛躍し、あなたが望む行動を起こすのだということを知ってほしいのです。おそらく今がその時であり、おそらくこれがあなたがライトワーカーであり、道を切り開くものであることを確信させるメッセージなのです。あなたはチェンジメーカーの一人であり、その方法を他の人に示すために存在しているのです。さて、これはあなたの自尊心を高めるためのものですが、そうではなく、このメッセージを別の促し、別の後押しとして受け取ることができます。そしてあなたが何をしようと計画していたとしても、それによって恩恵を受ける人たちが待っていることを知ることができます。あなたは今日、人類史上最も多くの人々が目覚めるのを助けることができます。あなたが今座っている場所から、あなたには膨大なリーチがあります。だから私たちは、たとえ誰も信じなかったとしても、自分自身を信じてもいいのだということを伝えるためにここにいるのです。あなた自身が他の人たちをリードするために必要なものを持っているという安心感を自分に与えるのは、全く理にかなったことです。誰かの承認を待つ必要はありません。あなたが生まれながらのフォロワーと考えるような人々を持つ必要はありません。そしてその呼びかけは、あなたが言わなければならないこと、教えなければならないこと、チャンネルを合わせなければならないことから、最も恩恵を受けようとしている人たちから来ています。今世では迫害を恐れる必要はありませんし、そういう感情が湧いてくるかもしれませんが、人々が魔女を火炙りにするような時代に生きているわけではないことを覚えておいてほしいのです。実際、あなたが生きているのは、本を書いたり、YouTube チャンネルを始めたりする人々が称賛される時代であり、彼らが称賛されるのは、彼らが人と違うからであり、社会の風潮や、当時広く信じられていた信念に逆らっているからなのです。あなたは、そのような意識の進化の一部になることができ、どのようにするか、そしていつするかさえ決めることができます。しかし、もしあなたが呼びかけを感じたら、それを実行するのです。自分の中にあるものを人類に示すことで、人類の中にあるものを示すのです。私たちはアンドロメダ光の評議会です。